はい、こうやって人に打ちます。そうするとこんな感じでね、なんかすごいモッドでありそうな、なんかすごいかっこいいようなものが出てきます。はい、どうも皆さんこんにちは、スネークピーでございます。今回はですね、僕の動画を見てる方は珍しいと思うんですけど、今回はモッドなしでポータルガンを作るというね、それの紹介をしていきたいと思います。はい、まあポータルガンっていうのはその名の通り弓なんですけど、テレポートがねできる弓みたいな感じになっております。まあね、早速紹介の方していきたいと思います。で、まずこのポータルガンなんですけど、今シングルモードでやってるんですけど、まあ、これ一応マルチでも使えるんですけど、マルチでやる方は沢主が結構このポータルガンを作ろうとすると負担かかっちゃうんで、まあ何かあった場合は先に自己責任でお願いします。これ先に言っときますね。はい、で、まあ作り方の方を早速ね、もうどんどん説明していこうと思います。で、このモッドなしのポータルガンは、コマンドブロックで、はい、作ることができます。なんで最初にね、コマンドブロックを用意してください。まあ、コマンドブロックの出し方は、チートオンにして、スラッシュギブアット P コマンドブロック、コマンドアンダーバーブロックっていうのを、まあ、チャットに打ち込んでもらってエンター押してもらうと、はい、こんな感じで可愛かったね、今の音。はい、出ます。で、もうね、早速コマンドブロックを適当に置いて、ここにコマンドをね、まあ、打ち込むわけなんですけども、このコマンドはですね、まあ下の詳細欄に貼ってあるんですけども、そちら、まあ、URL 貼っとくんでね、そこに多分めっちゃ長いコマンドがあると思うんで、それをね、まあ、コピーしてもらって、でこんな感じでコピーしてもらうとこんな感じになると思うんですけど、それで完了押してください。ちょっとね、若干ちょっと PC のスペックがない方だとここフリーズする可能性あるんですけど、まあ、多分ね5分もからは5秒ぐらい待てば戻ると思うんで、はい、でまあこれで設定が完了してます。で、次はもうレバーを横に置いてもらって、はい、オンにしますね、スイッチを。はい、そうするとこんな感じで、なんかコマンドブロックがガガガガガってめっちゃ出てきます。はい、で、動きが止まったらこれで完了です。はい、で、まあこんな感じのが出てきます。で、ここら辺にあるコマンドブロックとか、まあ、ガラスはまだ壊していいと思うんですけど、まあここはあまり壊さないようにしましょう。はいここにコマンドバイザ・レッドエンジニア、まあ、これ人の名前ですね。人の名前ってか、これ作った人ですね。売名してんじゃね、売名し噛んだ売名してんじゃねえよか。というわけで、はい、あ、壊せない。右クリックすると Oh Don't not punch me とかいう、まあ、臭いこと言ってきますが、はい、まあ放置しましょう。まあ、これは特に意味ないです。まあ作った人はこの方ですっていうことですね。はい、まあありがとうございますありがとうございます。で、こっちですね、ポータルガン in MC バニラって書いてある方、右クリックしてもらうと、こちらはなんか今チャット欄にドロップアボーアンエンダーパールアンドアブロックオブアイアンなんちゃらこちゃらみたいな出てくると思うんですけども、まあ、これは、このチャット欄に出てきたのは、ポータルガンの作り方的なことが書いてあります。で、これは、ですね、まずエンダーパールとエンダーパール1個、どうだっけ、エンダーパール、エンダーパール1個とボウだから弓ですね、弓が1つと、あとなんだっけ、あ、アイロントゥギャザーみたいなやつ、あ、じゃあブロックオブアイロンか、ブロックオブアイロンなんで、はい、鉄のブロックですね。で、こちらを用意してもらって、ドロップなんで、まあ、落としてください。で、こんな感じでね、まあ合わせます。そうするとポータルガンがこんな感じでできました。かっこいいですねはい、ポータルガンガンダポータルガンが完成したらですけど、まあ、ポータルガンっていうのはテレポートができる、まあ、ガンなんで、人にねこうやって適当に弓を打ちました。そうするとね、このめっちゃかっこいい謎の門的なものができます。はい、めっちゃかっこよくないですかで、まあこれは最初ね、行こうとしてもなんかノックバックっていうかよくわかんない感じになるんで、もう一個、ポータルする先のものを、なんて言うんだろう、ポータル
テレポート先、テレポート先ですね、はい、テレポート先のものも、作らないといけないので、あともう一個ね、テレポート先の門を作ります。適当にここら辺でいいか。はい、こんな感じで作りました。で、さっきの方戻ってもらって、でここをね行きますよ。はい、入りました。はい、そうするとね、はい、さっき立ってた場所にワープすることができます。これね、すごいかっこいいんですよ。で、もちろん壊せません。壊せ、もちろんっていうのはおかしいけど、壊せないです。で、こっちから帰ることももちろんできます。はい、で、壊し方なんですけども、これは、ポータルガンを持って捨てます。ドロップします。そうすると、こんな感じでねまたかっこいいように消えます。で、向こうの方も、消えてますね、これで。なんでね、まあ、例えば使い道なんですけど、まあ、これだけね、サバイバルで出してもらって、ホイってあ、サバイバルじゃない、クリエイティブで出してもらって、こんな感じで、まあ、村があったとしますよ。できたね、ここが村だとしますね。で、こんな感じでね、村とできたのにつなげるみたいな、そういう使い方ができますね。はい、で、こうやってね、落とすだけで消えるんでね、結構消し方も簡単というとこがいいですね。で、難点なんですけど、自分が思う難点は、これポータルガンなんですけども、1個しか作れないんですね。まあ、ちょっとあれはい、こんな感じで1個のポータルは作れますけど、もう1個ね作ろうと思っても、はい、こんなに作れないんですね。普通の弓と一緒になっちゃうんで、なんでそこが僕にとってちょっと難点かなとは思います。ですが、まあね、かっこいいですよね。モッドなしでここまでできるっていうのは、とてもいいものじゃないかなと思います。はい、最後に、注意事項なんですけども、こうやってテレポートガンを打った、テレポートのあれがあると思うんですけど、こちらのコマンドブロック、これを、このデリートマシーンっていうのがあるんですけど、これ左クリック、あ、左じゃない、右クリックしてもらうと、消えます。はい、こんな感じでね、消えちゃいます。で、まあ、これでもポータルガンは残ってるんですけども、まあ、さっきのポータルも消えてる通り、打っても普通の弓と一緒のねあれになってしまいますので、はい、あのマシーンは消さないように、まあね、消すと、なくなって普通の弓と全く一緒の効果になっちゃうんで、はい、まあはい、それが注意事項です。はい、ポータルガンどうだったでしょうかもうね、めっちゃね、これは画期的だと思います。めっちゃ、はい、まあね、ぜひね、友人を驚かせたかったりとかする方ね、ぜひこのポータルガン使ってみてください。多分ね、これモッドなしって言ったらね、いろんな人びっくりすると思います。はい、なんでね、ぜひやってみてください。作り方は言った通りなのと、あとコマンドの方はね、詳細欄に貼ってあるんで、ぜひそちらからやってみてください。それでは最後に見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。で、登録してない方はね、ぜひ登録お願いします。で、登録してる方に一言、これからはちょっとこのコマンドをね、やるような、コマンドでなんかするようなものをね、ちょくちょく出していこうかなと思います。コマンドを使った小技とか、まあ、元の紹介とかも、他のこともやるんですけど、まあ、はい、こういうのもやっていこうかなと思います。はい、ではね、2度目になりますが、今日はありがとうございました。また見てね、バイバーイ。